はい、こんにちは、レトスノーノです。7月15日の3問に入っていきます。自分の所有する土地を20年間使用などの所有権を行使しないと時効により消滅する、丸か×かという問題です。この問題考えたい方は動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。これ答えは×ですね。所有権は消滅時効にかかりません。例えば放っておきっぱなしの土地があって、まあ、これが消滅事項にかかるとすると、所有権がなくなるということになりますよね。で、そしたらその土地どうなるのっていう話になるんですよ。なので、所有権は消滅事項にはかかりません。もしあなたが東京に住んでいて、沖縄に土地を持っていたと。で、その土地をずっと放っておいたとしても、所有権について消滅事項にはかからないんですね。つまり、放っておいても所有権が勝手に消滅するっていうことはありません。ただ、勘違いしてほしくないのは、ここからなんですね。ここからの解説です。誰かが占有を始めて、つまり、誰かがその土地を使ってしまって、時効取得されてしまう、取られてしまうってことはあるんですね。で、これは取得時効の話なんですよ。今回の話は消滅時効の話なんですよね。問題文見ていただくと、時効により消滅するって書いてあるので、これは消滅時効の話なんです。で、今ここの正し書きのところについては、取得時効の話なんですね。つまり誰かが占有して、その人が時効取得するっていう話なんです。だから話は違うんですね。消滅時効と取得時効は話は別ですよ。消滅時効について考えると、所有権が勝手に消滅することはないですよ。一方で、取得時効の話について言うと、誰かがその土地を占有し始めて、まあ20年間ずっと占有したのであれば、それは取得時効によって取られてしまう可能性はありますよ。っていう話です。分けてちゃんと考えるってことを行いましょう。これは具体例で覚えていただくといいです。まあイメージですよね。ちなみに所有権を行使しないとはどういうことか分かりますでしょうか。本文で言うと土地を使わずに放っておくと。まあそういったイメージですね。まあ難しい言葉も分かりやすい言葉に置き換えることができればイメージしやすいと思います。イメージ学習で短期間で実力をつけることができるのが短期講座です。予備校に通っても理解できない方、通信講座の動画では理解できない方、独学で調べても理解できない方は、ぜひ短期集中実力アップ講座をご検討ください。理解すべき部分は理解の仕方まで解説しております。まだ試験まで残り3ヶ月ありますので、まだ間に合います。今年絶対合格したいという方は、一緒に勉強して短期間で実力を伸ばしましょう。短期集中実力アップ講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。では問い2です。宅建業者である A 及び B が共同で宅地の売買を媒介する場合において、それぞれの取引士 A、B が共同で重要事項説明書を作成し、取引士 A のみが重要事項を説明する場合、取引士 A が単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる、丸か×かという問題です。で、答えは、これ誤りですね。取引士、まあ、つまり宅建士ですね。宅建士 A、B、ともに重要事項説明書に記名しなければなりません。今回は取引士 A のみが単独で記名した重要事項説明書って書いてあるので、これではダメなんですね。今回 A 及び B が仲介業者ですよね。媒介業者ですよね。なので A の取引士と B の取引士、まあ、つまり、まあ、宅建士 A と宅建士 B ですね。この二人がともに重要事項説明書に記名して、で、それを買い主に対して交付しなければなりませんよ、という話です。で、ちなみになんですけども、これ代表者1名が説明してもこれは構いません。つまり、宅建士 A のみが買い主に対して説明するっていうのは全然 OK なんですね。B が説明しなかったとしても、取引士の1人が説明すれば大丈夫です。また、重要事項説明書には、取引士の押印、つまり、ハンコを押すっていう、この行為はいらないんですね。不要です。記名さえすれば OK です。つまり、宅建士が自分自身の名前を書けばそれで OK ですよ。ハンコを押す必要はありませんよっていうとこですね。ここも注意しておきましょう。で、問い3ですね。開発許可です。開発許可を申請しようとするものは、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない、丸か×かという問題ですね。で、答えは×です。開発許可を申請しようとするものは、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議をして同意を得る必要はあります。しかし、許可までは不要なんですね。
なので今回許可を得なければならない。だから罰だということなんですけれども、この内容理解できていますでしょうか。法令上の制限っていうのは丸暗記っていう方もいるんですけれども、この今回の問題も含めてですね、理解すべき部分あるんですね。で、今回の問題もちゃんと理解しなきゃいけない部分なんですよ。それをちゃんと理解していないとなかなか合格ってできないんですね。だからこそ弊社の短期集中実力アップ講座では、法令上の制限でも理解学習ができるように解説をしております。残り3ヶ月しかないから大丈夫だろうかって思っているかもしれないんですけども、3ヶ月あれば十分実力上げることができますので、今年絶対合格したいという方は一緒に勉強できれば嬉しいです。そして今開講している短期集中実力アップ講座、これは文字通りですね、短期集中型の実力アップを図るための講座になります。実際全く法律知識ゼロの中卒で元とび職の方がたった3ヶ月で一発合格した講座になります。それ以外の方でも4ヶ月とか5ヶ月といった短期間で全くゼロからですね、一発合格していただいております。で、イメージなんですけども、全く法律知識ゼロの方であったとしても、一気に実力を上げることができるんですね。で、これはなぜかというと、短期集中実力アップ講座で使うテキスト、問題集、こちらは理解学習ができる教材になっています。この教材を使っていくだけで理解をしながら学習できるんですね。具体例だったり考え方だったり答えの導き方、これを解説の中に入れております。なのでこれを使うだけで他に調べるってことをしなくてもできるだけいいようにしてるんですね。だからこそ短期間で実力アップさせることができるということなんですね。だから法律知識がゼロの方でも短期間で一気に上げることができるんですね。でもちろん今現状ある程度、点数取れますと、合格点マイナス1点マイナス2点マイナス3点ぐらい、そういった方っていうのはもうある程度実力があるんですよね。でもここを超えられないんですよね。この合格点までいかない、これっていうのは理解をしてないからなんです。そういった方であっても弊社の短期講座の教材を使っていただければさらに伸ばすことができます。合格点を突き抜けることができます。まあ合格点プラス4点とか5点ぐらいですね。つまり多少ミスをしたとしても合格ラインにちゃんと入ってくるぐらいの実力はつけることができます。で、一方である程度勉強している方であったとしても理解学習ができていないと、どれだけ勉強しても実力上がっていかないんですね。この緑の線がそうなんですよ。多くの方がこうなってるんです。市販の教材とか予備校の教材とか使うのは全然構わないんですけども、そこには理解すべき内容まで載ってないから、自分自身で理解すべき内容を調べていかないといけないんですね。この作業をやっていかないといつまで経っても点数で伸びないんですよ。多くの方が過去問とか予想模試とか40点以上取れるようにしてきます。でも本試験で点数取れない。これは日々の勉強で理解学習ができていない証拠なんですね。例えば権利関係とかだったら弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト、法令上の制限だったら国土交通省のサイト、都道府県のサイト、建設業者のサイト、税金関係だったら国税庁、税理士さんのサイト、そういったもので現状調べられていないというのであれば、これはおそらくですね、理解学習ができていないと思います。なのでそういった方は注意が必要なんですよね。これからどれだけ勉強しても、つまり過去問集を どんだけ解いても、テキストをどんだけ読んだとしても理解すべき内容は載っていないから、ここの壁を乗り越えることができないんですね。まあもちろん運が良ければ合格点達成できますけれども、結局は運任せになっちゃうっていうことになるんです。なんでそうじゃなくて、ちゃんと実力を上げてできるだけ確実に合格したいというのであれば、ぜひ短期集中実力アップ講座をご検討ください。この動画を見ているのは3ヶ月前かもしれない、もしくは5ヶ月前なのかもしれない。いずれにせよちゃんと理解学習ができれば合格できる確率も非常に高まってきますんで、もし今年絶対合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。そしてこの短期集中実力アップ講座の具体的な内容についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたと一緒に勉強できること、そして合格発表の時に一緒に喜べることを願っています。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。